おはようございます。2022年4月14日木曜日の朝です。今日の体重は 63.85 でした。体脂肪率は 37.1% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は薄曇りって感じです。気温は今6度ですけれども、天気予報見たら8度くらいまでしか上がらないみたいですね。ちょっと寒い日続いてますね。今日もじゃあ元気に行ってみたいと思います。今日の朝ごはんです。今日はツナオムレツ、ツナとパセリたっぷり入れてます。あとは煮小豆、キャベツの千切り、レタス、上に昨日余ったミックスナッツ、砕いたやつをバラバラってかけました。あとこちらなんですけれども、じゃん、前にいただいた玉ねぎドリップ、飲む天然おだしですね。これをですね、今ドリップしてます。で、最後にこの藻塩をかけて飲むらしいです。あとは玄米ご飯、そして今日もですね、いつも朝飲む酢に豆乳を入れて飲むヨーグルト風にして食べます。筋トレ30分前にコーヒー飲みます。ちょっと前です。ちょっとですね、お昼ご飯作るのに買い足さなきゃいけないものができちゃったので、これからグローブまで行ってこようと思います。普通に歩いたら行って帰ってきて30分くらいなんですけど、なんか運動がてら行きたいので、うわ寒い風運動がてら行ってきたいので、そうですね、駆け足で20分で戻ってきたいと思います。行ってきます。グローブ着いた。帰ってきましたよ。しかも裏から帰ってきた。やっぱり20分無理でしたね。25分かかりましたけど、なんとかいつもよりも早く駆け足で帰ってこれました。なんか帰ってご飯作ります。今日もこの大道電鍋でお料理したいと思います。中はというとですね、こういう風に内側の内鍋っていうのがついてます。で、ここに直接食材を入れるっていうことがないので、洗うものはこれだけなので後片付けは超簡単です。今日はカオマンガイ作ります。鶏も胸と鶏ももと作りたくてですね、さっき鶏ももがなかったので急遽買ってきました。外釜にジャボッとお水を入れてセットして、蓋をしてスイッチオン。できた。今日のお昼ご飯です。今日はカオマンガイ作ってみました。こっちが鶏むね肉、こっちが鶏もも肉、味食べ比べをしてみたいと思います。あと白米ともち麦のご飯にしたんですが、なんかちょっとうまくいかなくって、若干リゾットっぽくなっちゃったんですけども、さっき味見したらすごく美味しかったです。食べます。あずき黒糖紅茶ストレートで飲みます。今日ですね、うちの車修理に出してるので、台車でこちらの N ボックスをですねお借りしてきたので、私ちょっとこれから買い物行ってきたいと思います。じゃあ行ってきます。よし、行ってきます。よいしょ、快適ドライブでした。運転しやすかった。あっ、疲れた、風強い。よいしょ、いい感じでしたよ。ラッキー到着。隣のニコットにまずは行きます。大した買い物ないのにラッキーも寄ってきちゃいました。これから帰ります。道の駅アビラデゴイチステーションにもちょっと寄り道したいと思います。ずっと気になってたですね、こちらのピザ買いたいと思います。
これはアビラで作っているチーズ屋さんのチーズたっぷりピザです。買います。じゃん、こちらが先ほど道の駅で買ってきた気になってたピザですね。すごいいろんな種類のチーズ乗ってます。なんかくるみも乗ってました。これですね、もう絶対カロリーモンスターだなと思ってですね、裏見てみましたらですね、 100g あたりが301キロカロリーでしたね。それでこれさっきちょっと気になって測ったんですよ。この紙一緒に含めてだいたい 300g くらいだったので、全部で900キロカロリーありますけども、これをですね旦那さんと半分こなので、まあ紙皿抜いてこのビニール抜いて、まあそうですね400キロカロリーくらいですかね、半分食べてって感じですかね。うん、ですけど今日は食べちゃいます。すごいずっと気になってたんですよね。食べます。今日の夜ご飯です。今日はチーズたっぷりピザ、それと朝グローブで買ってきたネバネバサラダ、オクラとブロッコリーとほうれん草と、あとは枝豆でしょうかね、入ってます。あと本当は今日ですね、冷ややっことホタテを食べようと思ってたので、ホタテ焼いちゃいました。塩コショウで焼いただけです。食べます。はい、ということで今日も一日が終わりました。今日ですねご飯からお話したいと思うんですけれども、顔万が一作りました。昨日でもうこの大道電鍋でですね、蒸し料理、蒸し豚作って食べたんですけども、今日はご飯も一緒に炊いて顔万が一作ってみました。で今回はですね、食べ比べと思って鶏胸と鶏ももと2つ作ってで食べ比べてみたんですけれども、どっちも美味しかったですね。しかも私がおーいいねーと思ったのは、鶏胸もすごいしっとり柔らかく調理できたので、今度食べる時はやっぱり鶏胸の方で顔まんがい食べようかなとかって思いました。うん、でなんかカロリーちょっと調べたんですよね。調べたら鶏もものやつがだいたい顔まんがいって言ったら鶏ももなんですけど、630から670キロカロリーくらいみたいです。ご飯の量とか、あと調味料とかにもよるみたいなんですけど、それくらいらしいんですね。で、鶏胸で作った場合は、だいたい450から500くらいのカロリーなんですって。で、そう考えたら、うん、いいかな、鶏胸でもいいかな、美味しかったしって思いました。ただ、もしかしたら鶏ももの方がお出汁がいっぱい出るので、ご飯の味の付き方が変わるかもしれない。すっごいご飯ちょっと今日リゾット見たくなっちゃいましたけども、すっごい美味しかったですよ。お塩とナンプラーちょっぴりナンプラーとお塩しか味付けはしてないんですよ。なんですけどですね、すっごいご飯がすっごい美味しかった。もう鶏飯って感じのですね、美味しい味がしたので、また今度作ってみようかなって思いました。そう、そしてその後カロリーモンスターかなーと思いつつですね、チーズのピザ、しかも夜に食べちゃいました。カロリー的には私が想像してたよりもそこまですごくなかったんですけれども、多分脂質、ちょっと今脂質見るの忘れちゃった脂質の方がすごかったと思うのでですね、まあ、夜食べるもんじゃないのかもしれないけど、うん、でもせっかく食べましたしですね、美味しくいただきました。なんかですね、安平町、私北海道の安平町っていう人口7000人くらいの町に住んでいるんですけれども、チーズ工房があるんですよ。チーズ作ってる工房が、そこのチーズがたっぷり乗ってるピザだったのでですね、めちゃめちゃ美味しかったですね。本当に美味しかった。ちょっと待ってくださいよ。これ見えます？ムーミン社っていうチーズ工房ですね、のチーズがいっぱい乗ってたのでめちゃめちゃ美味しかったです。ほんと、なんかもし安平町に来る機会があったらですね、このピザめっちゃおすすめですね道の駅に行ったら、もし行ったらですね、売ってたら買ってほしいくらい本当に美味しかったですはい、そんな感じ
感じで、まあ今日はですね、お食事そんな感じで過ごしましたけれども、一応午前中のうちにですね、筋トレと早歩きかな、駆け足かな、なんかそんな感じでもう、あのグローブまで行ってきてですね、結構熱ーみたいな感じで運動できたのでよかったです。筋トレの方がですね、前後のストレッチ抜いたら大体20分くらいだったかな、全部で30分くらい運動したんですけど、上半身だけやりました。なので、まあ明日以降ですね、この下半身だけとかね、やっていこうかなとかって思ってます。あとなんか腹筋はいつもやってもいいって聞いたことがあるので、最近なんか毎日腹筋してますね。で、今までだとですね、腹筋私、10回が精一杯、10回1セットで終わりって感じだった時から始めて、今なんと20回を2セットできるようになりました。なんか3セットいけるかなって思うんですけど、いつもまだやってないんですよね。今度ちょっと限界に挑戦してみたいと思います。そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。最後までいつもご覧いただきましてありがとうございます。ではまた明日。また。